こんにちは。こんにちは。キムとケータがお送りするときめく韓国語。じゃあ今日はね、よく使う韓国語を準備したよ。よく使う韓国語、うん、よく使う韓国語、うん、うん。その名もテーバ。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 あ、テーバ。テーバわかるよ。あ、わかる？わかるテーバよ。テーバよ。テーバって何ケータ？わかるテーバよ。何作ったの？テーバって何？違うの？違うの？じゃあ、それじゃないってこと？あ、それじゃない。あ、それじゃない。テーバ。じゃあ知らない。うん、あ、じゃあこれさ、何かというとさ、日本語で解釈すると、すげかな？すげ？あ、うん、すげ。すげ。うん。そう。すげ。いや、例えばね、うん、例えばね、あの、僕が質問するから、ケイタがちょっと答えてみてね、テーバって。あ、わかった、うん。テーバって言えばいい。そうそうそう、うん、あの。めちゃめちゃうまいもの食べた。テーバ。そうそうそう。ああ。そう。あとね、うん、あとね、誰かの給料がものすごく高かった。テーバ。そうそう、テーバ。ああ、そうそう。あ、分かってきた。あ、分かった、分かった。多分、多分。日本の若者はやばいっていう。あー、やばいか、うん、みんなやばいっていう。あー、そうなんだ、そうなんだ、そうやばいっていうね、うん、ものすごくなんかめちゃめちゃ美味しいもの食べた、やばいっていうね、やばい、あー、やばいっていう、もう何でもやばいっていう。あー、そうなの、うん、あー、そっかそっか。あの、強調するときは、強調するときは、うん、めっちゃやばい、めっちゃやばいね、うん、めっちゃめっちゃやばいね、これは韓国語でね、ちんちゃっていう。あ、ちんちゃ、ちんちゃ、めっちゃちんちゃ。へー、似てるね。あ、ちょっと似てるね、うん、覚えやすい。あ、そう、ちょっと似てるね。ちんちゃデバね。ちんちゃデバ。あ、そうそうそう、うん、あ、あのちんちゃデバイ、うん、ちんちゃデバイっていう。デバイって何、うん、デバイ。でもでもいいかも、デバイ、うん、デバイ、やばい、似てる、やばい、デバイ、デバイって感じで似てるかもね、うん、じゃあちょっとこれを使ってちょっと会話してみよう、うん、はい、これさえ知ってたらね、会話もできるからね。あ、韓国語。あ、韓国語。そうそうそう。え、できない。じゃあしてみようか。はい。してみようか。じゃあ。あ、ケイタ、ケイタ。あのさ、僕さ、昨日ね、ハリーポッターの主人公生で見たよ。ハリーポッター。うん。ダニエル・ラドクリフ。あ、そうそうそう。テバ。でしょでしょ。あのね、写真も一緒に撮ったよ。チンチャテバ。そうそうそう。できるでしょ、そういうふうにね。じゃあ今日はここまでなの。どうだった、うん、ケイタ。あ、楽しかった。楽しかった。チンチャテバ、うん、覚えやすいでしょ。チンチャテバとかテーバ、テーバ、みんな言ってみてね。覚えやすいから。じゃあそれではまたね。じゃあね、アンニョン、アンニョン。テバテバテバ。